んちゃー、まいこちゃんです。プリティタケノコ族のタケノコ踊りということでですね、ゆずひこさ、はい、ボットントイレって使ったことある？ないです。ない？いや、ないです。ばあちゃんちさ、昔ボットントイレやったの覚えてない？覚えちゃうけど、嫌すぎて俺使ってなかったけど。あ、使ってないや、あれ、うん、そう、昔僕んちのおばあちゃん、違う、ちょっとね、まだ古くて家が、今日ボットントイレって言ってね、汲み取り式便所みたいな、うん、昔のね、トイレだったんですよ。以前僕そこでうんちした時に超でかすぎるうんこが出て、あの肛門が痛くて、あのそこで貧血で倒れたことがあるんですけれども、あのもうそんなことは置いといてですね、あのその汲み取り式便所で日本で過去に起きた事件があるって、はい、今日はそちらについて話していきたいと思います。福島女性教員宅便装内開始事件。1989年2月28日に福島県の中央部にある都市郡山市から車で1時間ほどの福島県田村郡宮古寺村の山に囲まれた静かな村にある教員住宅で事件は起こりました。夕方18時頃、小学校に勤める女性教員 A さんが住んでいる小学校に隣接した教員住宅に帰宅し、トイレに入って何気なく中を覗くと靴のようなものが見えるのを発見しました。驚いて悲鳴を上げた A さんは慌てて外の汲み取り口へ回ると、蓋が開いていて、そこを覗くとなんと人間の足が見えたんです。ということでですね、どう？ボットン便所でトイレしょって下にさ、人間の足らしきものがあったらどうする？気持ち悪いよね、もうね、引きずり出したい。引きずり出したい？それはないやろ。怖すぎやろ、好奇心旺盛やまあ俺もね、その好奇心旺盛だったちっちゃい小学生2年生の頃、はい、に、まあ僕もね、まあでかいうんちを出して、まあ肛門痛くて、まあ貧血で倒れたんですけれども、はい。そこで A さんは、トイレに入っている人影を覗きと思い、すぐに教頭先生、同僚の教員を呼び、その同僚の教員が警察を呼びました。すぐに警察が駆けつけましたが、ここである問題が起きるんです。署員が便装から人物を引っ張り出そうとするが、狭くて出すことができなかったんです。最終的には土木会社に依頼し、周りを重機で掘り出し、トイレを破壊して便装内の男を何とか取り出すことができたんですけど、便装の中の男はその時すでに死亡していました。いやー、ということでね、まあ、これまでの話を聞くと、うん、ただの覗き見をしようとして抜け出せれなくなって死んだ、ただのちょっと恥ずかしいやつみたいじゃん。やばいやつやな。ね、まあ僕もね、よく趣味でね、あのトイレに頭突っ込んだりするんですけれども、はい、ん？何何何何？いやいやいや、これ俺だけ？お前だけ？まあ、そこ？僕だけでしたか？はい、あなただけです。日本では過去にね、排水口に入り込んで、あの金網あるじゃないですか、銀色の、はい、その隙間から女性のスカートをね覗くっていう事件とかもあったんですよ。あ、俺考えたことあるわ、それちょっとやってみたいなとか。やめとき？本当に？いや、小学生の時ちょっと考えたことある。あ、兄弟やな、俺も思っちゃったよ。音がちょっとボツ、はい、今だってね、部屋にカメラ仕掛けられたりね、してるかもしれないんですよ。やめて、本当に。ワンチャンあるけね、本当に。いやいやいや、仕掛ける側じゃないよ、俺は。仕掛ける側だ。まあそしてね、ここからちょっと不可解な点がいくつか出てくるんで、そちらちょっと話していきます。取り出された遺体は真冬というのに上半身裸で、着ていた上着を胸に抱えて膝を折り、顔をやや左に傾けた形で固まっていたんですね。まあこちら固まっていたっていうのはもうすでに死後硬直が始まっていたということで、あ、うんこがへばりついて、あ、固まったわけじゃない違うか、まあ、そこに結構ちょっと水も入っちゃうけど、あ、うんこで固まることはないです。あ、俺のうんこで固まりたいんですか？そしてね、糞尿にまみれた遺体はその場ですぐ現れ、医師による検視が始まりました。結果、死因は小声犬胸部循環障害。まあね、こちら狭い場所で肺を圧迫され、さらに凍えて凍死してしまったという見解なんですけれども、ね、なんとこちら死後硬直の状況から亡くなったのは2日も前の26日と思われ、身元の正体は現場から車で10分ほどの村内に住む K さん26歳で、警察はこの K さんが覗き見目的で便装内に侵入したものの、便装の狭さで出れなくなったものと判断しました。ということでですね、やっぱり覗き見だったんですかね、これ。あー、そうなんですかね。ね、やっぱり覗きか、なるほどねって思いますよね、ここまで見ると。まあそうだね。はい、ただね、ここで、まあ、不可解な点がありますよね。遺体は真冬というのに上半身裸、着ていた上着を胸に抱えて膝を折り、顔をやや左に向けて固まっているという。まあまあ、でもここは
確かに体勢はおかしいけど、服を脱いでる点に関してはね、あの濡れている便槽内に入るなら一旦服を脱いで入ろうっていう考えはわかるよね。プールと一緒。そう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 。まあそこはまあ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 そこまでおかしくはないと、うん、それか変態か、ね、そうやね。まあそうやね。そうで、もう一つまあ不可解な点がありますよね。わかりますか。え、左に傾けてる。違いますね。このチャンネル、マイズチャンネルですね。あ、マイズチャンネルの。舞子ちゃんとゆずひこのチャンネルですよね。なのに今見てください、画角。はい、右側にキムタクが映っております。覗き目的の事故死として警察に処理されたこの事件ですが、村内では当初から疑問の声が囁かれていました。死亡した K さんは村に両親と祖母の二人暮らしで、スポーツと音楽が好きな好青年として有名だったからなんです。それに加え仕事は隣町の原発保守を行う会社で営業主任を務めていて、村では青年会のリクリエーションの担当部長として中心的存在。明るく人望もあり、友人の結婚式で司会をよく頼まれ、村の村長選挙では応援演説を頼まれるほどの存在だったからなんですね。もう大陽キャ。陽キャな。逆にここまでの信頼のある人がここまでの変態やったら燃えるけどな。燃えるんですか。はい、そうか。そんなさ、普段そんなこと専用なやつがさ、裏でそんな変態やったら燃えるくね。ねえ、ねえ、そんな人に俺もし覗き見とかされたらもう、ほら見ろ俺のチンチンとかやっちゃいますけどね。今日の動画はボツで触っときます俺のチンチン。そしてこの事件、 K さんが誰かに殺されてしまったという仮説が根強くささやかれ続けているんです。 K さんが村長選挙の応援演説を引き受けたという話、その時の選挙は近年まれに見る激戦で、周票のために現金が両陣営で飛び交ったという。そのことに K さんは失望し、応援演説をやめてしまったらしく、その恨みを買ってしまい関係者に殺されてしまったという仮説が一つ目。そしてもう一つが、第一発見者の女性教員 A さんと、この亡くなった K さんは A さんの恋人を通じて知り合いであり、 A さんがいたずら電話に悩まされていた時に K さんは恋人男性と共にいたずら電話を録音し警察に届け出ることを協力。それ警察は動いてくれなかったんですけど、 K さんは犯人が誰かほぼ突き止めていたそうで、つまりその犯人が K さんを恨んで殺してしまったのではないかと。この2つの仮説からこの事件は他殺ではないかという噂が流れてるんですね。まあそもそも一番の不可解な点が、この見つかった時のこの K さんの格好ですよね。まあね、普通にまずこの格好であの隙間に入れるわけがないじゃないですか、うん、しかも K さん骨がかなり折れていたそうです。はい、だからね、もうギューって押し込められたのか、うん、まあそれ以外何があるのかっていう感じですけど、まあ ね、 ね、というまあ不可解な事件ですね。まあ結果ね、今のところ事件としてね、覗きとして処理されてしまったんですけども、どう考えてもおかしいというおかしいよね感じなんですけれども、まあ、最近ではね、結構ね、学校の職員の人とかが、うん、自分の学校のトイレにカメラとか仕掛けたりして、よくあるよ、盗撮する人とかもいるんでね、本当にトイレをする際はくれぐれも気をつけてほしいということでね、本当に気をつけてくださいね、身の回り何があるか分かりません今の時代ね、はい、画面の前の皆さん、今後ろに僕が立ってるかもしれないからね、本当に監視カメラの気持ち。何あのあれやん、もうね、好きな芸能人の話しちょって後ろを見たら本当にその芸能人がおるサプライズみたいな、あれやん、本当に勘弁して。ということで、はい、